オリンポスの神アレス、そしてアテナ、彼らが率いる神の軍勢はあまりにも強大であった。連合軍は奮闘も虚しく敗北を喫する。スサノオラ千人の力を借り、連合軍は撤退を開始するが、アレスたちは執拗にこれを追撃。さらに行く先にも伏兵が待ち構えていた。偵察の兵が戻ってきました。この先でアレス軍と見知らぬ将たちが交戦しているようです。そのアレス軍はおそらく我々を待ち受けていたのでしょう。新たにこの世界に迷い込んだものを我々の仲間と勘違いして襲ったのかもしれませんね。困っている者を放ってはおけぬ。我々のせいで襲われたというならなおさらだ。義と愛にかけて救わねば。お待ちください。剣心殿は我が軍の要、これ以上危険にさらすわけにはいきません。それに皆先ほどの戦いで疲れているはず。ここは我らに任せ、先に逃げられよ。逃走を託す。私たちも頑張るから安心して。帰ってゆっくり休んでね。消去、剣心様に失礼でしょ。いいのですよ、あなた方の義と愛十分に伝わりました。ここはお言葉に甘えてお任せします。ええ、新たな仲間を連れ必ず無事に戻りましょう。見知らぬ将らが寄る砦は敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアレス君は砦にいるのは我々の仲間だと勘違いしているようです。今奇襲をかければ敵の動揺を誘えます。その隙に彼らを救い出しましょう。お任せを。許可せ。研鑽の成果です。諸葛亮殿はこの作戦の要、必ずや守ってみせん。ええ、いざ私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも。敵将討ち取りました。お前たちがここへ逃げてくることは分かってた。恨むなら俺の顔を恨んでくれ。逃げて、何の話か知らんが、黙ってやられるわけにはいかんな。目が感じなくても、ここは一旦引いとくぜ。雨の矢よ。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。ほうと、それに御宿殿も、ご無事で何よりですが、再会を喜んでいる暇はなさそうです。しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一網打尽にするのはどうだ。ひとまず下がって立て直しだ。全力で参ります。この地形を打ち取りました。話すべきことは一つでしょう。さすが話が早い。なら俺は策がなった後の追撃を受け持つ。じゃあ恐縮ですが、俺も参加します。逃げる敵をと電波にする策ならお任せ。なら私は諸葛亮の計がうまくいくようにちょいと細工するとしよう。さて、準備に取り掛かろう。おのおの、抜かりないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。足もちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。昼寝してる場合じゃなさそうだね。おい、早いとこ味方の船を繋いちまわないとね。お前さん、工作兵を守ってやってくれないかい。
砦を渡すわけにはいかない。お任せ。諦めてくれないか。わかりました。はい。敵将を討ち取ったり。分け合ってそうはいかないんだ。そっちも分けありみたいだけど、砦は無事確保。ここに歩兵を仕込めば準備完了。そう見せましょう。お役に立てて良かったです。あの攻撃の威力すさまじいな。どうにか味方に引き入れられないのか。そんなことできるのかな。だってあの子たちなんだか怖そうだよ。これで目的地への道は開けたが、待ち受けるはあの怪物か。それで、あの鳥みたいな子たちいなくなっちゃった。どういうことだ。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。雨の矢よ。遅れは取らん。とにかく目的は果たせた。今ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。皆の助力に感謝せねばな。うまくいくかな。ドキドキしてきちゃった。やっとね。君がいればやっぱ楽できる。あなたのかっこいいとこ見ちゃった。私も真似してみようかな。お前のような大器はなかなかおらん。俺の方が焦ってしまうわ。やっとね。君がいればやっぱ楽できる。すごい立派な活躍ですね。あなたがいてくれてとても心強いです。お前さん大したもんだ。こりゃあしも楽でそうだね。打ち取りました。あの3人ならうまくやってくれるでしょう。船に戻る逆立ちで敵を引きつけなければ。孔明様、私も共に。やっとね。君がいればやっぱ楽できる。参ります。
悪夢うまくいくさ。お前さんのおかげだよ。策の成功が待ち遠しい。花の開くのを待つがごとくだ。さて、そろそろ移動しましょう。戦場にいては危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ交代ですね。ようやく追いついた。人間だ。ここで終わらせてやる。そう流行らずともよかろう。敵は無勢、打ち取るのはたやすい。来ましたね。お任せを。我々の策を披露する時が来たようです。今です。火を放ってください。今だな。自分たちの船に火をつけるだと。正気か。勝利を抱きましょう。はい、任せよ。はい。おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。敵は動揺している。今だ。一斉に矢を打ち込み、追い打ちをかけよう。わあ、敵さん大混乱。お次は伏兵、行ってみよう。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配、お見事です。気概を見せる。お仕置きだよ。こんなところに兵を配していましたか。敵も抜け目ないですね。海の輩を撃ち払う。わかりました。はい。孔明様、ここは私にお任せください。この俺が。お前のようなタイプはなかなかおらん。俺の方が焦ってしまうわ。すごい、立派な活躍ですね。あなたがいてくれてとても心強いです。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんだけど、実は俺馬孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかない方のようですね。じゃあ俺たち似た者同士。お任せを。本物から言われるなんて偽物冥利に尽きるな。宝刀のおかげでうまくいきました。ここで同門の力を得られるとは心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないし。そうでしたね。共に勝利を描きましょう。これで退路を開きました。追いつかれる前に急ぎ撤退しましょう。この地より逃がすことはできん。諦めるのだ。研究の成果を。さっきはしくじっちまったが、今度はそうはいかないぜ。なあ、おめえ返上、金儀通してやんぜ。おかげで敵の追撃を退けることができました。何、救われたのはお互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。ほうほう、なるほど。
なんだかとんでもないことになってるみたいだね。だが皆が力を合わせれば打ち破れぬ困難などあるまい。今回のようにな。そうそう、あしたちもよければ一緒に戦わせてくれ。ええ、もちろんです。お三方がいてくれれば心強い限り、ぜひお願いしますよ。だいぶ賑やかになってきたね。ナタ殿、ジョカ殿、ご無事だったのですね。まあな。そうだ、紹介しよう。この者はスサノオ、我らと同じ戦界の住人だ。我も助力しよう。またしても人間と共に戦うことになるとはな。確かに見覚えがあるような気もするな。ま、はじめましてでも久しぶりでもいいや。これからよろしく。Thank you.